世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。お茶を始めて24年。そういうことだったのか。あんた、お茶習ったら？お茶いいな。一緒にやろうよ。こんにちは。いらっしゃい。これは静かなお茶室で繰り広げられる驚くべき精神の大冒険。お茶ってなんだかすごい大変。足がしびれて動かないです。お茶はね、まず形なのよ。初めに形を作っておいて、後から心が入るものなのね。頭で考えないで自分の手を信じなさい。私はずっとチューブラリン。私は会社員になるよ。本当にしたいことが何なのかわからなかった。行ってきます。誰かお茶が好きなのか。五感を使って全身でその瞬間を味わう。私の中で何かが変わっていった。私最近思うんですよ。こうして毎年同じことができるってことが幸せなんだなって。移ろいゆく日々の中でお茶が教えてくれたこと。日日これ口実。綺麗。